ポストを先頭に3キロほど入山しています。続いて北陸道を新潟方面へ向かわれる方に遅延規制の情報です。雪のため舞原ジャンクションから加賀インターまでの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。また雪のため金沢西インターから新潟方面までの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。さて北陸道を新潟方面へご利用のお客様にお知らせです。この先の静名岳サービスエリアでは現在滑り止めの確認フォローを実施しています。この先も交通情報にご注意ください。ハイウェイラジオ舞原よりお伝えしました。こちらはネクスコ中日本です。午前9時35分現在の高速道路情報をお知らせします。東名名神を大阪方面へ走行中の方に交通集中による渋滞の情報です。この先の加賀サービスエリア付近416キロポストを先頭に3キロほど渋滞しています。続いて北陸道を新潟方面へ向かわれる方に遅延規制の情報です。雪のため舞原ジャンクションから加賀インターまでの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。また雪のため金沢西インターから新潟方面までの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。さて北陸道を新潟方面へ乗り入れるお客様にお知らせです。この先の静名岳サービスエリアでは現在滑り止めの確認作業を実施しています。この先も交通情報にご注意ください。ハイウェイラジオ舞原。
先頭に1キロほど渋滞しています。続いて北陸道を新潟方面へ向かわれる方に支援規制の情報です。雪のため舞原ジャンクションから加賀インターまでの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。また雪のため金沢西インターから新潟方面までの区間でタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ通ることができません。さて北陸道を新潟方面へ乗り入れのお客様にお知らせです。次の場所は深夜では現在左止めの確認作業を実施しています。ハイウェイラジオ旭町よりお伝えしました。こちらはネクスコ中日本です。午前9時45分現在の高速道路情報をお知らせします。東名名神は大阪方面に走行中の方に交通通信が
私もなったことないのに素晴らしいですね。あとまあもう師走だからいろいろ1年のことを振り返っていて、オールナイト日本でのことを振り返ってきたんですけど、まあ、数々たくさんのゲストの方が来てくださったなと思って、で毎回毎回またいつでも遊びにいらしてくださいって言って、遊びに来てくれたのエノンさんだけだなっていうのが、なんだろうな、ずっと遊びに来てくれたいなっていうのがあって、まあ、今夜急に青木
しました。スマートインターチェンジは ETC 専用です。ご利用の際は開閉バーの手前で必ず一旦停止し、開閉バーが完全に開いたことを確認した上でご通行願います。午前10時現在の道路情報をお知らせします。名古屋方向へ走行中の方へのお知らせです。雪のため、妖怪地インターから関ヶ原インターまでの区間が閉塞した作業になっています。また、妖怪地インターのおよそ4キロ先で乗用車が故障して止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っております。さらに、雪のため、北陸道舞原ジャンクションから加賀インターまでの区間がタイヤチェーンなどの滑り止めがなければ
用です。ご利用の際は開閉バーの手前で必ず一旦停止し、開閉バーが完全に開いたことを確認した上でご通行願います。午前10時5分現在の道路情報をお知らせします。名古屋方向へ走行中の方へのお知らせです。雪のため八日市インターから関ヶ原インターまでの区間が計測車作業になっています。また雪のため北陸道舞原ジャンクションから金井インターまでの区間がタイヤペインなどの滑り止めがなければ通ることができません。さらに雪のため東海北陸道ヘロトリインターから小矢部隣ジャンクションまでの区間がタイヤペインなどの滑り止めがなければ通ることができません。スピードを控えめに注意して走行してください。ハイウェイラジオ五大寺よりお伝えしました。また12月22日に名神高速蒲生スマートインターチェンジが開通しました。スマートインターチェンジは ETC 専用です。ご利用の際は開閉バーの手前で必ず一旦停止し、開閉バーが完全に開いたことを確認した上でご通行願います。午前10時5分現在の道路情報をお知らせします。名古屋方向へ走行中の方へのお知らせです。雪のため八日市インターから関ヶ原インターまでの区間が低速車作業になっています。また雪のため北陸道舞原ジャンクションから金井インターまでの区間がタイヤペインなどの滑り止めがなければ通ることができません。さらに雪のため東海北陸道ヘロトリインターから小矢部隣ジャンクションまでの区間がタイヤペインなどの滑り止めがなければ通ることができません。スピードを控えめに注意して走行してください。ハイウェイラジオ五大寺よりお伝えしました。また12月22日に名神高速蒲生スマートインターチェンジが開通しました。スマートインターチェンジは ETC 専用です。ご利用の際は開閉バーの手前で必ず一旦停止し、開閉バーが完全に開いたことを確認した上でご通行願います。
の混雑が予想されますので、近隣の休憩室にもご検討ください。午前10時10分現在の道路情報をお知らせします。大阪方向へ走行中の方へのお知らせです。瀬田西インターを頭に瀬田東インター付近まで2キロほど交通集中により渋滞しています。この渋滞を抜けるのに5分かかります。また午前9時45分ごろ新名神高速佐々木田上インター出口で乗用車が道路の施設に衝突する事故が発生したといい第一報が入りました。詳細については現在確認を行っております。主要インターまでの所要時間は水田ジャンクションまで名神高速経由で45分ほどかかります。ハイウェイラジオ一等よりお伝えしました。なお名神高速下り線大津サービスエリアの改良工事に伴い大津インター出口ルート及び大型車の駐車場所が変わるとともに大型車小型車